札幌一番プレゼンツ藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。先日、休みがあって、でなんか例えば稽古もそうだし、舞台の稽古もそうだし、舞台の本番の時とかも、もう家から劇場、家から稽古場の往復ばっかりだったんで、もう外にも全然出てなくて、なんか久しぶりに休みポーンってなったから、なんか日帰り温泉とかゆっくりなんか行きたいなと思って、で、急の休みだったんで、友達もほら誘えないし、やっぱ仕事だし、でそういう時大体うち その家族 LINE に LINE するんですよ。明日空いてる人って言って、でなんか空いてたら日帰り温泉行かないとかって俺送ったら、なんかうちの母が行きたいって、で次男と三男は予定あるわっつって、でだからうちの母から個人的 LINE 来て、いやでも私行きたいけど、その2人だったら申し訳ないから、いいわって。で俺的には別に、いや全然いいよって、いや何だったらじゃあ2人で行くかとか言って、いや2人はさすがになんか申し訳ないよっていうか、いや全然俺は大丈夫だよって。そうちの母が、じゃあちょっとダメ元で お父さん聞いてみるって言って、ああ別に全然いいよって。でうちの母が父に聞いてさ、言ったら、おいで行くかって言ってさ、3人で行ってきたの、日帰り温泉。父と母と俺と。だこの3人ってさ、多分35年ぶりぐらいっていうかさ、俺が生まれて、ですぐ年子で下に次男がいるからさ、だから34年ぶりぐらいや、3人で出かけた。で、俺は車で迎え行って、でなんかこう旅行行った時とか、なんか遠出する時って、うちの両親はなんかちょっと車運転したいなっていうタイプなんで、じゃあ親父に運転してもらって、でうちの母が後ろに乗ろうとするから、いや助手席に乗りなさいと、で俺は後ろで一人で休むからって言って、いや私も後ろがいいと、いや久しぶりなんだ、助手席乗りなさいって言って、だから親父に運転してもらって、助手席に母乗って、俺後ろでその光景を見ながら、でなんかね、いやすごいね、楽しかったです。だしなんかいい時間だなと思いました。なんか二人はこうやってデートすることもあったんだろうなとか、だしなんか一生懸命さ、うちの、一生懸命とかうちの母がさ、なんか話しかけてんだけどさ、親父全然答えないのよ。でなんか、いや親父全然答えないねって言ったら、いや家でもそうなのよって言うのよ。うちの親父だから、お酒飲まないと喋んないから。だからなんか、でもなんか、合ってるようで合ってないけど、なんか、きっと、なんか惹かれ合って、なんか、最初ちょっとこう、やっぱり初めての3人だったし、なんかこう、別に気まずいわけでもないけど、でももう、だんだん俺ももう、ちょっと後ろで休むわ、なんて言いながらこう、見てたら、2人で会話もしてるし、なんかこんな感じでデートしてたのかなとか、すっごいいい時間でした。また行きたいな、3人で。もちろん家族で行くのも好きだし、なんかそういうのいいなと思いました。なんかやってみたことないこととか、意外にやってなかったなとか、だからそこでなんかこう出てくる両親の話とかもあんのよ。あ、そうなんだとか、なんかよかったらなんかご両親となんか日帰り温泉とかでもなんか行ってみたら、ね、面白いと思うよ。あなたと過ごす183回目の夜、最後までよろしくお願いします。リクエストです。北海道の水木さん。今年の4月に社会人になりました。今でも環境や仕事に慣れず、毎日不安やストレスに押しつぶされそうになりながら、なんとかやり過ごしている状況です。そんな中、先日札幌で行われた花火大会を見に行きました。この曲に合わせて打ち上がる花火を見て、こんなにも美しく幸せな空間があるのかと思い、初めて花火を見て涙を流しました、ということで。確かなんかこう、わかる、その景色とかね、なんか子供の時とか若い時は素通りしてたようなとか、ああ綺麗だなってわざわざ足を止めることなかったけど、今
こう年齢重ねたりとか経験重ねるとなんか染みますよね。うん、だし、例えばなんだろう、まあ、今はもう自分もそんなにあるわけじゃないけど、例えば紅葉を見に遠くに行くとか、夕日沈むのを見に行くためだけに、例えばだから10分沈むのを見に、じゃあ往復4時間とかってなんかもったいなとか思ってたけど、子供の時とか。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。札幌一番プレゼンツ、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。この時間は札幌一番がお送りします。札幌一番。皆さんは札幌一番に7つの味があるのをご存知ですか？コク深いスープの味わいがたまらない醤油味、8種類の味噌のブレンドが特徴の味噌ラーメン、素材の旨味がぎゅっと詰まった塩ラーメン、奥深い香りが口いっぱいに広がるごま味ラーメン、あっさりしながらコクのある塩豚骨ラーメン、パンチの効いた辛さが元気をくれる味噌ラーメンうま辛、濃厚ソースと麺のボリュームが最高のソース焼きそば、7つの美味しさぜひ楽しみましょう。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。10月です。衣替えの季節となりました。制服を着ている人たちは夏服から冬服になりますね。夏服、いい響きでした。ありがとう夏服。お疲れ様夏服。また来年会いましょう。冬物は出した？って、これどういう感じなの？これおもろいね。この文章から。いや、俺ね、衣替えみたいのもう全然してなくて、楽っていうか、全部一緒ですね。なんか入れ替えたりとかもうしないくて、別に常に T シャツも取れるし、ハーパンもあるし、ダウンも引っかかってるところもあるし、だからなんかこう入れ替えとかもなくなっちゃいましたね。うん。全然してないな。制服とかも着てないから、なんかこういうのでこう、季節感じることってでもありますよね。そういうのなくなってきちゃったなって、確かにちょっと寂しいな。さあ、ラジオの前のあなたと僕、藤ヶ谷太輔だけの時間、僕に届いたあなたの声を紹介していきます。愛知県のサラさん、先日スーパーに行ったら栗が売っていたので栗ご飯にしようと思って帰りました。皮を剥きながら、太輔くんはおこわ好きだったなぁと思い出し、いつもは栗ご飯ですが今回は栗おこわにしてみました。蒸し器ではなく炊飯器で炊いたのですが、ゴロゴロとたくさん入った栗とお米のもちもち感でとても美味しく、家族からも好評でした。皮を剥くのは手間がかかりますが、季節のものを食べられるのは嬉しいです。大輔くんは最近おこわ食べていますか？いや、食べてないのよ。でも未だに好きですよ、おこわ。確かに最近全然食べてないの。ラジオでも食べてましたよね。いや、好きなんですよ。なんかそれこそ、だからこう稽古とかなんか忙しくなると、なかなかこのスーパーとかデパ地下ってなかなか行けなくなっちゃうんで、なんか最近そうだな、確かに何か足りないと思ったらおこわだ。今まで満たしてくれてたおこわ全然食べてない。最近行きつけのお店探したいな。だからおこわ屋さんでも種類あるし、かつその中でも季節によって変わるじゃないですか、栗とか。ああいうのもいいですよね。嗅いでないな、おこわの香りも。家でできるっていうのもいいな。さあ、千葉県のしずしずさん、先日サンドさんの単独ライブに行ってきました。最近はうちわを持ってくる人もいると聞いたので作っていきました。キスマイは10万円でできるかなの10のポーズもいろいろなところでやっているので、10と書いたうちわを持って行ったんですが、サンドさんにすぐ分かってもらえず、え？何それと、なんか変な空気になりました。ああ10万円かと分かってもらえたものの、特に話も広がらず、藤ヶ谷くんなんかごめんなさい。まあそうね、急な10はね、僕の番組のねオープニングとかでもやってますし、結構やらせてもらってますけど、そうだからね、伊達さんとトミーさんにもメールして、その舞台野賀も見に来てくださいって
送ったらちょうどそのお二人のこのツアーの稽古とか本番と重なっちゃって、だから俺もね行きたかったの、その単独ライブでも両方だからちょうど被っちゃってるねっつって、行きたかったなー、行きたかったし見てもらいたかったなー、でもよかったです、僕がもし行った時にこの銃の変な空気になってる回じゃなくてよかったなって思いましたよ。面白いね。あなたの声を聞かせてください。今思ってること、感じてること、最近あったこと、どんなことでも結構です。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 あなたの声を待っています。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。札幌一番。皆さんは札幌一番には7つの味があるのをご存知ですか？それぞれに良さがあってどれも好きなんですよね。すっきりしてコク深いスープの味わいがたまらない醤油味、風味豊かな8種類の味噌のブレンドが特徴の味噌ラーメン、素材の旨味がぎゅっと詰まってさっぱり美味しい塩ラーメン、奥深い香りが口いっぱいに広がるごま味ラーメン、あっさりしながらもコクのある塩豚骨ラーメン、ピリッとパンチの効いた辛さが元気をくれる味噌ラーメン旨辛、濃厚なソースとしなやかな麺のボリュームが最高のソース焼きそば、あーどれも美味しそうだな。皆さんも7つの美味しさ楽しみましょう。続いてはこちらの新コーナーです。若者言葉クイズ。今時の言葉をあなたから学んでいます。謙虚な姿勢で学ぶ気持ちはありますが、結果としてめちゃくちゃ文句を言うかもしれません。ここね、このコーナー大好きなんですよ。言ってますよ、神奈川県のあんつぶさん、モババってわかりますか？カタカナでモババ、モババ。あれじゃないですか、あのなんか、やばい、やばいの最上級みたいな。やばばみたいな。やばば。なんかそういうの使いそうじゃん。そのすぐやばいをさ。やばばからのもっとすごいやつ。だから、ピエンからのパンオンみたいなやつの、やばばの上じゃない？モババ。じゃあちょっと、付箋を外してみますね。正解はモバイルバッテリーです。え？先日、モバジュについて話されていましたが、今若い子たちはモババの方が使ってるイメージあります。モバジュって何でしたっけ？あ、モバイル充電器。モバイルバッテリーと何が違うんですか？モバイル充電。言い方が違うってことですか？ああ、ようわからん、これ。何モババって。いや、だって一個呼び方あるんでしょ？モバジュ。持ってないです。いや、持ってない。だって今の iPhone めっちゃ長持ちするじゃないですか。ねえ。そんなだって別になんか 0% とかな、なんで1日使って 0% とか。モババ、モババ？いや、俺の周り持ってる人いない、モババ。いや、文句っていうか俺、いないんだもん、実際に、モババって。さあ、続いて。福岡県のおかずとうもろこしさん。え、これ、新スポって読めばいいですか？心にスポ？新スポはどんな意味でしょう？漢字の心にカタカナのスポ。あ、心霊スポット。これはバカにすぎでしょ、これ。はい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 。ほら、正解は心霊スポットの略です。はい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 。これはもう余裕。これ、使ってる人いないけど、これは分かった、新スポ。正解は心霊スポットの略です。大輔くんは幽霊を信じる方ですか？私は中学生の時に女の人の幽霊を見て以来信じるようになりました。お、俺見たこともないですしね。まあ、一回の金縛りとかありましたけど。それこそ、もうだから僕がね、すごいお世話になってる、お世話になってた、針の先生がいたんですけど、もうお亡くなりになっちゃったんですけど、その先生、もうすごい俺好きで、で、すごいなんか行くと、その、まあ、体ももちろん、
直してくれるし、なんかこう元気になれる先生だったんですよ。でその先生はあのまあ要はそういう幽霊とかがまあ 見れるっていうんで、でその治療してる時に、なんか治療終わった後にね、ある日先生が、あの一応その払っときましたからって言われたので、だから何を払われたのかなみたいな、なんか服についてた埃でも払ったんかなぐらいの感覚っていうかさ、え何を払ったんですかって言ったら、なんかあのついてましたと。で多分職業柄あなたは要は、まあ、たくさんの人の前でいろんなことをするし、あの多分それが残ってたんだと思いますって。全然俺だからよくあるじゃん、肩が重いとか首が痛いとか、そんな全然ないし、いや先生俺それ自分で分かった方がだってやり分かりやすいじゃないですか。分かったら、あなんか肩重いな、じゃあ取らなきゃとかつって言って、先生これ俺全然分かんないんですよって言ったら、いやあなたは大丈夫ですって、なんか金色とオレンジの色を持ってますと、その先生曰くね、俺そういうの全然分かんないし、なんかそれ 100% 信じてるってことじゃないけど、あなたは金色とオレンジの色を持ってるから、あの跳ね返すと、だからそういうのはつく心配はないっていうのと、あとはあのすごく鈍感ですって言われた。だからあの多分気づくことはないし見ることもないし、だから多分俺はその先生曰くだけど鈍感だけど輝いて跳ね返してるっていう、うん、新スポか、ちょっとこれはねありがたいけど、なんかちょっとこうバカにされた感じはな、新スポこれはいけるっしょみたいな、これいけないとやばいっしょみたいな。続いて静岡県のゆずきさん、たいすけくん、新スしたん、新スがカタカナ、したがひらがな、新スしたというどういう意味かわかりますか。新スしたって、俺まず そもそもこの字見たことないもん。カタカナでシンスって書いてひらがなしたっていうやつ、シンスしたって、進出したみたいなことかな、あそこ行ったことあるとか、あそこ寄ったことあるみたいな、ちょっと全然わかんない、ちょっとめくってくれ、シンスした、これ全然意味わかんない、見たこともない、シンスした、答えは付き合ったという意味です。だったらそう言えばいいのに、どういうこと。私は二十歳でまだまだ自分は若者だなと思っていたし、このラジオで今までの若者言葉は全部わかっていたので、自分はまだ大丈夫、若者と思っていましたが、最近の JK が、進出したいや、進出おめでとうなどと使っていて、あ、もうついていけてないんだ、となりました。私たち世代は記念日のことを、進出何月何日、と言ってはいましたが、それが進化して付き合ったを進出したになっていることに驚きを隠せませんでした。大輔くんは分かりましたか。いや分かんないし、このね今読んでる文章の意味がよく分かんなかった。進出何月何日と付き合ったこと、そう言ってたってこと。進出した、進出おめでとう、もう初めて見て、だからもう、そもそもこの、そうね、英語で進出したって書かれてたとしても意味もわかんないし、え、もしかして、ないないちゃんと進出したみたいなこと、全然わかんない。普通に言えばいいのね、付き合ったのとかさ、お付き合いしてるのとか。これ聞いてる方はどうなんだろうね。また文句言ってるよって。学ばしてくださいって言って入り口入ってるくせに、なんだよこれとか言って。文句ばっか言って。わかんない。全然若者のクイズ。同じの多分10枚がぐるぐるしてても、絶対俺同じようなリアクションすると思う。これなんだこれって。いやーでもありがたいですね。ありがとうございます。さあ、最近の若者言葉をクイズにして僕に教えてください。受付メールアドレスは、gaya@1242.com。gaya@1242.com。スタッフはおじさんばかりです。必ず答えも書いてください。東京有楽町。日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。最後はこちらです。あなたに代わってありがとう。言えなかったありがとうの気持ちを、僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。栃木県リエさん。私の友人の大川さんにありがとう。
私の父は6年前病気で亡くなりました。父は高校野球が大好きだったこともあり、友人も多く、長いお付き合いをしていただいた中の一人と伺っています。思い起こせば亡くなった時に一番先に駆けつけてくださったのも大川さんでした。父が亡くなって翌年の初盆こそお線香をあげに来てくださった方々もいらっしゃいましたが、ここ数年はお盆でも誰も来ない年が続きました。亡くなって6年も経つと、その人の記憶というものは薄くなっていくものですし、仕方ないことです。しかし今年のお盆は久しぶりに大川さんが来てくださったんです。今年は応援している高校が甲子園出場を逃してしまったから、その報告をしに来たと。毎年高校野球の時期になるとお父さんを思い出すんだよと言ってくださいました。私は嬉しくて言葉が出ず泣きそうになってしまいました。誰かの心の中に父はまだ生きているんだなぁと思ったらとても嬉しかったです。今はコロナ禍で難しい状況ではありますが、いつか時間を作って私の知らない父の話を聞かせていただきたいです。父を忘れずにいてくださりありがとうございます。キラしてた 5days いつも笑ってた、みんなの夢を見せ合っていた。 Live days 大人になって Hard days 現実知って夢見る気持ち削除していた。離れる時は週に一度は集まろうねと約束したよね。けれど輝けた日の思い出たちをファイルにしまって送り隠してた。友情もう一度くっつけて、友情愛情また手をつないで、友情お送りしたのはキスマイフット2で友情をくっつけてでした。今年55周年を迎えるオールナイトニッポンのオフィシャル裏本、新解釈オールナイトニッポン10人の放送作家から読み解くラジオの今、各書店販売サイトで発売中。飯塚大吾、福田拓也、大竹正義、畠山武史、高橋渡るほか、放送作家10人のロングインタビューに加え、ナインティナイン佐久間信行の特別インタビューも収録。伝説のあの番組、新しい今のラジオ、あの夜の瞬間、電波には乗らないオールナイトニッポンの魅力をお届けします。日本放送イベントページをチェック。一人で疲れた時、いくつになっても人生変えられ、あのタレントがそばで語りかけてくれた。距離が近い、話が深い、ちょうどいいぬくもり、ラジコ。札幌一番プレゼンツ、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。この時間は札幌一番がお送りしました。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、エンディングでございます。そうね、確かにね、そのやっぱりこう、まあ、忘れていくもの、薄れていくもの、っていう、まあ、仕方ないことっていうところもあるけどね。こうしてなんかこう覚えてくれてる人は覚えてくれてるし、思ってくれてる人は思ってくれてるだろうし、私俺このね、一番最後のその知らない父の話を聞かせていただきたいですっていうのはすごくなんか共感できました。そのまあ冒頭話したように、まあ、両親と出かける中で35歳になった自分だから話してくれてんのか分かんないけど、あ、そんなこと思ってんだとか、その
35年間知らなかった話っていうのも未だにいっぱいあるし、これからもどんどん出てくると思うんだよね。うん、だから知らないことを知れる。で、かつその、大事な家族のね、そういう話を聞けるっていうのは、すごく大切なことなんじゃないかなって思うし、なんか、より好きになりますよね、なんかね。家族のこともってより好きになるんじゃないかなっていうふうに思いましたし。そうですね。さあ、お知らせでございます。ニューシングル To As One 発売中です。そして、主演させていただきました映画そして僕は途方に暮れる2023年1月13日公開となります。番組にメールをください。コーナーはふつおた、青春の教科書、男と女のラブルール、全部前向きにします、プロテイン男子、矢沢、若者言葉、参加できるものがあればぜひメールを送ってください。ガヤアットマーク 1242.com、 GAYA アットマーク 1242.com、 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後日本放送では中居正広さんの番組オン&オンエアです。中居さん、京都府のあずさんがメールをくれました。トウモロコシの天ぷらは回転寿司で一年中食べられるそうです。今度そのチェーン店に一緒に行きましょう。どっちがたくさん食べれるか勝負だ。あ、勝負しましょう。負けませんよ。日本放送ラップ JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ、態度はすかさず耳をすます、ブースで会話に花を咲かす、神奈川埼玉栃木に群馬、レペゼンは千葉、たくさんのウエスナー盛り上げ聞いた、アクセル全開常に外したレミッター YO、 毎週土曜日夜11時半、 SONS のオールナイトニッポンサタデースペシャル。日本放送ブランディア。新しい洋服を買うとなんだかウキウキしますよね。でもその服を入れるスペース空いてますか？クローゼットや押し入れに入れっぱなしになっているもう着ない洋服、ずっと使っていないバッグやアクセサリー、すっきり整理してお小遣いに変えちゃいましょう。全国で200万人が利用するお家にいながら簡単に手続きができるファッションブランド品買取サービス、日本放送ブランディアがお手伝いします。お申し込み方法など詳しくは日本放送ブランディアで検索。日本放送ブランディア。1月13日公開となります。番組にメールをください。コーナーはふつおた、青春の教科書、男と女のラブルール、全部前向きにします、プロテイン男子、
矢沢若者言葉参加できるものがあればぜひメール送ってください。ガヤアットマーク 1242.com GAYA アットマーク 1242.com 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後日本放送では中居正広さんの番組オン&オンエアです。中居さん、京都府のあずさんがメールをくれました。トウモロコシの天ぷらは回転寿司で一年中食べられるそうです。今度そのチェーン店に一緒に行きましょう。どっちがたくさん食べれるか勝負だ。あ、勝負しましょう。負けませんよ。日本放送ラブ JK 東京有楽町から届ける俺らの言葉スムーズ、態度はすかさず耳を澄ます、ブースで会話に花を咲かす。神奈川埼玉栃木に群馬、レペゼは千葉、たくさんのウエスナー盛り上げ聞いた、アクセル全開常に外したレミッター。 Yo 毎週土曜日夜11時半、 SOMS のオールナイトニッポンサタデースペシャル。日本放送ブランディア。新しい洋服を買うとなんだかウキウキしますよね。でもその服を入れるスペース空いてますか？クローゼットや押し入れに入れっぱなしになっているもう着ない洋服、ずっと使っていないバッグやアクセサリー、すっきり整理してお小遣いに変えちゃいましょう。全国で200万人が利用するお家にいながら簡単に手続きができるファッションブランド品買取サービス、日本放送ブランディアがお手伝いします。お申し込み方法など詳しくは日本放送ブランディアで検索。